お見事。大君、驚きましたよ。昨日から始めた特訓でここまで上達するなんて大変な進歩です。ご褒美にとっておきの技を見せちゃいましょう。先生、まさか。アバンストラッシュ。木の棒でこの威力、すっごい技だな。俺も早くアバンストラッシュみたいな必殺技を覚えたいです。のんのん、物には順序があるのですよ。大地を切り、海を切り、空を切る、そして全てを切るのがアバンストラッシュなのです。大君、君の成長は目覚ましい。明日は特別な修行に挑戦してもらいます。半端じゃないですよ。下手をすると死にます。島の皆さんが修行に協力してくれますよ。修行ってどんなことをするんですか？簡単です。私と戦うのです。てぇっ！やっ！私はある魔法で君を攻撃します。君も全力でかかってきてください。今から私の皮膚は鉄よりも硬くなってしまいますからね。大地だ！よくたどり着きましたね。では行きますよ。大君、ドラゴラム。今日は厳しく行きますよ。ドラゴンだ。先生がドラゴンに。うりゃっ！言ったでしょう。ドラゴンの皮膚は鉄よりも硬いと。力任せの剣では勝ち目はありません。うりゃ！大地だ！痛い。しかしお見事でした、大君。地震だ。いや、違います。この強烈なエネルギーには覚えがある。やはり復活していたか、魔王。久しいな、勇者。かつて貴様はこの俺の野望を打ち砕き、天津さえ我が命をも奪った。そうか、勇者アバン。その昔、魔王を倒して世に平和をもたらしたという伝説の勇者の名がアバンじゃった。本当なの、先生？古い話ですよ。さあ、離れていなさい。そんな、俺も一緒に戦うよ。バ
がったれ。俺たちなんかいたら足手まといになるだけ。あれが貴様の弟子か。まずは貴様を血祭りにあげてから、貴様の弟子すべてを抹殺してやる。この気配、以前戦った時よりもはるかに強くなっている。なぜ？知りたいか。知ればきっと後悔するぞ。貴様は相変わらず俺が魔王だと思っているらしいからな。どういう意味だ？俺はあるお方の力でより強靭な肉体を得てこの世に蘇ったのだ。魔王よりすごい奴がいるってのか？そのお方の名は大魔王バーン。今の俺はバーン様の全軍を束ねる男、魔軍司令ハドラーだ。魔法力が切れかけている。このままでは奴だけは、魔軍司令ハドラーだけは私がこの場で倒します。大軍ポップ、あなたたちの手でいつか必ず大魔王バーンを倒してください。君たちにこれを授けます。アバンの印、それって卒業の証。まさか先生死ぬ気じゃ。先生、俺も戦う。アストロン、アストロン、体が鋼鉄の塊になってあらゆる攻撃を跳ね返す高等防御呪文。でもこれじゃ動けない。これならみんな安全です。そこで私の最後の戦いを見守っていてください。あなたたちを守るために神様から授かったのでしょう。まだまだ。せい。か。か。うん。えい。わ。うわ。燃えてしまいなさい。ふ。もう一つ。おお。まだまだ。せい。か。もう一つ。これでどうです。やっ。やれ。こしゃくな。もう一撃。燃えてしまいなさい。うら、いきますよ。アバンストラッシュ。うわ、やだ、やだよ先生、そんなのいらない。もう一つ。おやおや、まだ仮の卒業なのにそんなに感動されちゃ困りますよ。大丈夫、私は絶対に負けませんから。燃えてしまいなさい。うわっ、怖っ。呪文、バカな。貴様の魔法力は尽きていたはず。この呪文はほとんど魔法力を使わない。その代わりに己の全生命エネルギーを爆発力と借りて敵を撃つのだ。まさかこの呪文は。ポップ、ダイ、あとは頼みますよ。やめろ。メガンテ、先生は命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ。先生。
やはり衰えたわ、アバンめ。自らの命を懸けたメガンテでもこの俺にとどめを刺せなかった。貴様らアバンの弟子どももこの場で根絶やしにしておかなくてはな。大丈夫じゃ。まだアバン殿がかけてくれたアストロンの効果が残っておる。俺のメラは地獄の炎、相手を焼き尽くすまでは決して消えん。こいつを放っておけば貴様らはアストロンが溶けた瞬間に黒焦げだ。ああ、やめろ、やめてくれ。そう嫌がることもあるまい。死ねばあの世へ行けるんだ。大好きな先生が一足先に待ってるぞ。そうだ、先生は俺たちを助けるために、生き残らせるために死んだんだ。ここでやられちまったら先生は何のために命を捨てたんだ。俺のこの命は先生からもらった命なんだぞ。なんだと、こいつアストロンを自力で破ろうというのか。バカな、あの紋章はドラゴン。よくも、よくも先生を許さない。皆殺しにしてやる。図に乗るな小僧。うりゃ、大地だ。すごいか。くたばれ。受けてみろ。なに。アバン。フラッシュ。おのれ小僧め、忘れんぞ、この屈辱と貴様の名は必ず殺してやる。ダイ。おお、アストロンの効果が。ハドラは残念ながら逃げ帰ったようじゃ。キメラの翼を使うのが見えたわい。そうか。ポップ先生、先生、行くのかダイ。うん、先生に頼まれたんだ。
いつか必ず大魔王バーンを倒してって先生にもらったアバンの印だから俺は。すまん、わしもついて行ってやりたいのじゃが、この島を一歩でも出てしまったらわしは魔王の手先になってしまう。平気さ、じいちゃん。この島でみんなと待っててよ。俺が必ず大魔王を倒してやるからさ。ポッポは泣き疲れてまだ眠っとるよ。よほどショックだったんじゃろうな。じいちゃん、ポップのこともよろしくな。ここからならロモス王国が一番近い。北へ向かってまっすぐじゃ。無理をするでないぞ、ダイオ。うん、じゃあみんな元気で。ダイ、ふざけんじゃねえぞ。俺を置いていこうだなんて。ポップ、勘違いするんじゃねえぞ。別に魔王軍と戦いに行くんじゃないんだ。あんな島にのんびりしていたくねえだけなんだからな。よし、出発だ。二人とも無事を祈っとるぞ。